ナイトです。今回は ASUS のタブレット製品 ASUS ZEN PAD をご紹介いたします。 ASUS ZEN PAD シリーズは ZEN の精神が宿ったファッション性の高いデザインにエンターテイメントをとことん楽しむための様々な要素が搭載された新基準のタブレットです。この ZEN PAD は ASUS ZEN BOOK や ZEN PHONE に代表される ZEN ブランドの初めてのタブレットになります。こちらが ZEN PAD です。7インチ、7.9 インチ、8インチ、10インチです。私の手は男性でもおそらく一般的な手の大きさかと思いますが、実際に手で持つとこのような感じです。デザインです。 ZEN PAD はファッション性を持たせたデザインを採用しています。従来のタブレットのような電子機器というようなデザインではなく、私たちが日常的に持ち歩いているクラッチバッグのようなファッション性が高いデザインになっています。手に持った時にまるでバッグを閉じたような状態に見えませんか。網目状というか模様が交差するようなデザインの ZEN PAD S8.0、 その他のモデルにもまるで本革のようなデザインが施されています。そして正面から見た時にも画面占有率も高く、驚愕縁デザインでこのようにフレーム箇所にもデザインが施されていて高級感を演出しています。プライベートでもビジネスにも対応できます。続いては ZEN PAD の映像面についてです。 ZEN PAD に共通して搭載されている ASUS こだわりの映像テクノロジー ASUS ビジュアルマスターをご紹介します。この ASUS ビジュアルマスターの中に ASUS True to Life テクノロジーがあります。この技術はタブレットに液晶テレビの画面で採用されているテクノロジーを搭載しています。映し出される画像のピクセルを分析し、最適なコントラストとシャープさに自動調整し、あらゆるものを隅々までくっきりと表現することが可能になっています。また屋外での使用でも最適な明るさに画面を自動調整します。屋外での光による画面の見にくさなどを軽減し、快適にご使用いただけます。 ASUS True to Life テクノロジーは文字のピクセルも分析し、画像の品質を落とすことなくくっきり鮮明な文字を表示することができます。そして今回の ZEN PAD に搭載されている ASUS True to Life テクノロジーですが、 Z580CA のみ ASUS True to Life Plus テクノロジーが搭載されており、モーションブラー機能を備えています。動きの激しい動画などを見る際でも残像を抑えて滑らかに動画を再生可能です。続いて ASUS ビジュアルマスターの中の ASUS True Vivid テクノロジーです。ハードウェア側へのアプローチにより実現したテクノロジーです。より明るく写真や動画を楽しめるように、従来の6層ディスプレイ加工からカバーガラスとタッチパネル部分の間にあった空気層を排除したフルラミネーションディスプレイの2層ディスプレイを採用しています。空気の層がなくなり、光透過性がアップしたことで従来のタブレットと比べて繊細な色彩表現や明るさを実現しました。その他の機能としてブルーライト軽減フィルターなどもあります。このように ZEN PAD の画面上部から指をスライドさせるとクイック設定画面が出てきます。クイック設定画面の中のブルーライト軽減フィルターをタップしオンにすれば、肩こりや頭痛の原因とされるブルーライトを軽減します。目をいたわりながらも快適に使用できます。今回は ASUS ZEN PAD のご紹介をさせていただきました。ぜひ店頭などでご覧ください。ナイトでした。